アルトゥーロペレスイコールレベルテグティエレスは、スペインの小説家、ジャーナリストである。2003年より、スペイン王立アカデミー会員、カルタヘナ生まれ。1973年よりプエブロガミで、ジャーナリストとしての活動を開始し、後に、スペイン国営テレビに移籍。1994年に、小説家に転身するまで一貫して、 戦場特派員として取材を続ける。また1986年にナポレオン戦争を題材にした諸女小説エル・フーサーを発表。1990年のラタブラでフロンデス。1993年のエル・クラブ・デューマ・オーラ・ソン・ブラでリシュリューなどヒット作を連発。フランドルのシュガは1993年。 フランス推理小説大賞の外国人作家部門を受賞した。1994年にトゥブの内紛からトゥブを辞め、小説の執筆に専念する。1996年にジュブナイル小説として発表したエルコ・ピートン・アラトリステがジュブナイル小説の枠を大きく超えて、スペイン国内で 大ヒットし、ラスアベントゥーラスデル・コピートン・アラトリステとして、シリーズ化される。アラトリステシリーズは2作目、リンピエサでサングレイ、3作目、エル・ソル・デ・ブレダと巻を重ねるごとに、ジュブナイル小説色が薄まり、重厚な歴史小説として、巻を重ねている。作品は、ナインス・ゲート、アラトリステなど、数多く映画化されている。アラトリステ、 ありがとうございます。